20, すみません新幹線の切符を買うのにはどこに行くんでしょうかああ、あそこの緑の窓口で買うんですよすみませんドルを円に両替するのにはどこに行くんでしょうかあ二階ですよすみません 荷物を預けるのにはどこに行くんでしょうかあ,あ地下にコインロッカーがありますよ。すみません。タクシーを呼ぶのにはどこに行くんでしょうかあ,あ向こうで人が並んでいるでしょうあそこで待つんですよ。あ、どうも。すみません。手紙を出すのにはどこに行くんでしょうかああ、前のビルの1階にポストがありますよ。 そうですかわかりましたちょっと広島まで旅行に出ようと思ってるんですけどねええ羽田から飛行機で行くのと東京駅から新幹線で行くのとではどちらの方が安いでしょうかねさあどうでしょうねこの頃は飛行機も安くなりましたからねうーん 間に合うでしょうかね。そうですね。次の駅まで行って歩くより。ここで降りてタクシーで行った方が早いですよ。ここでは渡らない方がいいよ。あ、そう。ここの水は飲まない方がいいよ。あ、そう。あの寿司屋では食べない方がいいよ。あ、そう。 あ、新しい家具、もうみんな来たんですかええ、昨日買ったのが全部トラック一台で届いたんですよ行きたい店、ちょうど向こう側なんだけどなあ、こんな道を渡るのには信号のあるところに行って渡った方がいいわよあれは全部お客様のですかあ、あそこにあるスーツケースは全部私のですけど 箱の1つは私のじゃないですよ。新しい車を買おうと思ってるんですけどね。ええ、どんなのがいいでしょうかね。さあ。今晩、中村先生のお宅に行くんだけどね。うん、お土産何を持っていくのがいいと思う。簡単なお菓子でいいんじゃない？ 来年ですね。京都で日本語を勉強しようと思ってるんですけどねええどこの学校に行くのがいいでしょうかねさあね京都は学校がいっぱいありますからね中村さん車どうしたんですかいや来年まで売らないつもりだったんですけどね先週実は友達に売っちゃったんですよ。 課長はどういうつもりでアルバイトの学生をみんな集めたんだろうどういうつもりでかねこの学校は外国人がすごく少ないですね。ああ、そうかもしれませんね。この事務所はワープロがすごく多いですね。ああ、そうかもしれませんね。 この辺はこの頃事故がすごく少なくなりましたね。そうですね。前は多かったですけどね。昨日地震がありましたね。もうびっくりしました。日本はすっごく地震が多いですね。中村さん知りませんか今9時過ぎだからもう教室にいるはずですけど。 日本語で話したいんですがいいでしょうかみんなもう3年日本語を勉強してますからわかるはずですよ。来年の先生はもう決まりましたか実はですね、もう決まってるはずだったんですけど、来年まで決まらないかもしれないですね。山田さんは今どの辺でしょうね。そうですね。 4時半の特急で東京出たからもう名古屋に着いてるはずですよ新しいコンピューターを買うこと林さんは何て言うでしょうかね大丈夫ですよ役に立つコンピューターだから反対するはずがありませんよそうですかね地下鉄は日曜は混んでるの毎日混んでるからね 日曜も込まないはずはないわよ。ちょっとそこは違いますよ。あ、こっちがグリーン車のつもりだったんですけど、間違っちゃいました。どうしてここに並んでたのここが新幹線の切符売り場のつもりだったのよ。大阪まで車運転してって、3、四日止まってくるつもりなんですよ。 へえ、いいですね。でも気をつけて行ってきてくださいね。はいあ、新しい辞書を買ったんだね。うん。でも役に立たなくてがっかりしちゃった。あ、新しい辞書を買ったんだね。うん。でも難しくてがっかりしちゃった。あ、新しい辞書を買ったんだね。うん。でも読みにくくてがっかりしちゃった。 立派な家ですね。そうですね。重い荷物ね。そうですね。面白い旅行ね。そうだね。つまらない街ですね。そうだね。珍しく上手な英語ですね。そうですね。 切符、まだあるでしょうか。ええ、確か当日の切符を売ってるはずですよ。そんなに重い箱、一人で運ばない方がいいですよ。ああ、でも、みんなに手伝ってもらうのは悪いと思って。タクシーで行った方がいいでしょうか。いや、むしろ地下鉄の方が早いと思いますよ。 早く帰った方がいいようん、じゃあそうする。JR に乗り換えたほうがいいよ。あ、じゃあそうする。特急で行ったほうがいいよ。あそう、じゃあそうする。次の駅で降りたほうがいいと思うよ。うん、そうだね。会議に急いだほうがいいと思うわよ。うん、そうだね。